避難所運営は課題・問題点が数多くあります。女性と防災の会代表で防災士の小国さんにお話を聞きました。一般的には報道でしか被災地・避難所の情報は知り得ません。しかしそこには報道されていない課題が多くあります。事前にそれを知って考えておくことは、 もしもの時の備えになるに違いありません。まあ、ついたてがあるとはいえ。うん、隣には、まあ、家族以外の方がいらっしゃるということなんですよ、ねええええええ。はい。はい。プライバシーのない生活っていうのは、やっぱりストレスにさらされる。うん ああしかも人目にもさらされるようなね生活ということになりますよね。小さいお子さんをお持ちで特に母乳をあげてるような方なんかはね、いくらついたてがあってもそこで母乳をあげられるかと言われればやっぱり人目も気になるし、あの男性の視点視線も気になるっていうのが本当でしょうね。うんうん、なのであのついたて以外にも例えば講義室がいる。 そういういこととの配慮も必要になると思います避難所でね生活している人たちは皆さんあの私たち被災者だからっていうふうに思われて一緒に頑張っていきましょうっていう気持ちはよく分かりますけれど一人一人やっぱりプライバシーがあるのでついたてが必要な人もいればそうじゃなくてどうしても見守りが必要だという例えば寝たきりの高齢者であったりとか。 そういう人もあると思うのでしっかり話し合いをね避難所の中の運営で話し合いをして住み分けができるようになればいいのかなというふうには考えます <noise> えっと、女性がね避難所生活ですっごく困ったってことが問題なんですよね、はい、なぜ女性が避難所生活で困ったのかというと男性が 避難所の運営を中心に行っていたからですよねそしたら例えばですよ、うんえー、支援物資の中で女性特有なものが欲しいって思った時に支援物資のところへ行って男性職員に「生理用品をください」って言えるかと言われれば、うん、なかなか受け取りにくいっていう現状そ,う、ね、それから特に不足したのが下着なんですよね。 うん、その時に「このサイズをください」とかってじゃあ男性に言えるかと言われればなかなか言えない,言えないで。手もガサガサしてるからクリームが欲しい乳液が欲しいっていうものももしかしたらこんなことを言ったら贅沢って思われるのかなみんながあの辛い思いしてる時に私はこれを言うのはわがままなのかなという思いがあったという話があるんですよね。うん、でも 彼女たちにすればそれれ一つでで元気になれたりすするわけですよね、うん、だから日常を取り戻していくためには大事なことだったのかなとじゃあそれを言いやすくするためにはどうすればいいのかという点をやっぱ考えないといけないそうするとそれを聞いてくれるような取りまとめてくれる女性リーダーが必要なのではないか。 ということになるわけですよ、うん、そしたら今度その必要に、えー、その話を取りまとめた女性が男性リーダーと話し合うということになりますね、うん、男性リーダーは、ね、ものすごくあの頑張ってくれてるんですよね、うん 元々ね、地域のこともしっかり見てくださって、うん、頼りがいのある方ばっかりなんですけど、はい、その責任感の強さから彼らたちが今度はあの弱音を吐けないような状況になってしまって<ー>、ね、自分たちでいろんなことにね取り組んでいると思っているんだけれど。 男性はまあどちらかといえばその生活暮らしに関することだとかそれから高齢者のケアに関するようなことそれから衛生面それから育児なんかのことについてはどちらかというとやっぱりちょっと苦手なな分野なんですよねでそれに強いのはやはり暮らししに密着をしている女性、はいうん、そういう女性の生活の視点知恵や工夫を 避難所でもあっても生活をしている場なので、うん、そういうところをどんどん活かしていかないとみんなが疲弊してしまうということにはなると思います、うん、はい。じゃあそれだけやっぱり女性の力というのは重要なんですよねというか必要不可欠ということになると思います、うんうん、まあ、そういった意味でもこれからリーダーになろうとしている女性には、うん、ぜひもうどんどん前に出て行ってもらって でそういう声を集めるですねただねその一人で何もかも頑張るっていう状況だと男性の運営リーダーと変わりがないのでやはりいろんなところに女性のリーダーを配置していくそして女性同士がつながるっていうことはとっても大事なのかなと思います。 が時代審査の時にものすごく悲惨な状況があったので、ねえっとそのことについて女性が声を上げたんだけれど、行政になかなか届かなかったんですよね。あ<ー>うん、それで内閣府の職員が2004年の中越地震の時に初めて中越地震の現場に入るわけです。で、避難所の状況であるとか女性の声のね聞き取り調査を行って、それが国の防災基本計画の中に今度生かされるようになるわけです。 いや女性に配慮しましょうとか基本的な男女共同参画の視点がが入入るるよような文言が入ってくるわけですようん、うん、ところがそれがあの十分に浸透しないまま東日本大震災が起きてしまうでそれがまたあの浸透しないままに熊本地震が起きたつらい女性のその状況があまり変わらないまま今に至っているっていうことなんです。うん 「か女性専用の物干し棒を作りましょう」とか「女性専用に支援物資を渡しましょうね」みたいなだからその時には「女性が渡してくださいね」っていうような文言もきちんと明記されているんだけれどなかなかそれが伝わっていない。だから今この現状で発災したら多分現状ですよ。だから男性に女性の話をもっと聞いてもらえるようにしないといけないし。 女性ももうちょっと勇気を持ってしっかりと意見を述べてこんなふうにしていきましょうこんなふうにしましょうよっていう話し合いの措置がなければ多分今までと同じ。双方がってことです、ねそううん、だから女性だけが運営してもいけないし男性だけが運営してもいけない。 もうあいな考えですけど、各地域にもう男性リーダーと女性リーダーを必ずてて、うん。あ、そうです。立てて、男性だけではなく、女性も必ず立ててっていう。うんうん、こう決まり事みたいなものが、もう浸透してしまえば。その男性そうなんです。ですより女性の声も届きやすいというか。うん、なので、うん、男性が多いと、なかなか女性は意見しにくいんですけど。はい、女性が多いと、女性の意見でどんどん出てくるんですよ。なので、そういう意味においても。 できることなら半々ぐらいの、えー、と関係者がいてそこでいろんな意見をすり合わせるで、えー、いい方向の結論に出せればいいのかなというふうには思いますね。だだから女性がが意見を言いいやすい仕組みそのためには数がある程度必要だということにはなりますだからもう話し慣れる意見をするそれから自分の考えを述べることを恐れない。 そんなことはとても大事かなと思います、うん、トイレってえっ、ー、と指定避難所のトイレねまあ自宅のトイレもそうなんだけど一番何が大事かって言ったら初動なんですよやっぱり初動一番最初にそのトイレを汚さない水が一番最初は流れますよタンクの中入っているものは だけけど、次から流れないわけでしょ。だって水も出ないしね汚物がたまってきて、ね、でもトイレ以外に排泄するところがないからどんどんその上にするわけですようそうするともう山のようになってしまってそこではできなくなるから今度何体育館の裏の方に行ってとか田んぼの中でとかできればもうそんなトイレ使いたくないって思うじゃないですか。 そしたらねみんんなな考えることは一緒なんですそうだ水を飲むのを減せばいいご飯を食べるのを減せばいいそしたらトイレに行く回数減るわって考えるじゃないですか。だけれどその結果待っているのが低体温であったりとか免疫力が低下するわけでしょあるいはあの感染症ね今で言えば新型コロナウイルスだとか。うん インフルエンザとかにもかかりやすくなってしまう。で最悪のケースはもう命の危機ということになると思います。まあ普段でもこのトイレってやっぱこう特に女性もまあ男性もそうですけどもプライバシーというかが守られてないとやっぱすごい気にかかる部分なんですけど、そうですね。実際のそういう発災避難した場所ではまあ。 普段通りのことはできないということを分かるんですが、うん、初めのもう最初が肝心ことですね。最初が肝心。水は流せません。でもここのトイレはドアも閉まるし、個室として使えます。トイレが使えない、使ってはいけないんじゃなくて、ちゃんと準備をしてトイレを使ってもらいましょうっていう風な形にしないといけない。そうするとやっぱり携帯型トイレが必要になる。 うん、そ,うかそれを知らないで使ってしまうとその阪神・淡路とか、まあ、東日本の時もそうですけどもうお物が大変なことになってしまってどうしようもない。うん 例えばですね。こんなことがありました。えー、性犯罪のことについて言うと、はい、あの震災でね。例えば親を亡くしたりとか、夫を亡くしたりとか家をなくしたりしてしまったら、もう女性はね。もういろんなものにのあの支援を受けないと、やっぱり生活できないっていうことがあるんですよね。でね、えっ、ー、と中にはすっごく親切なね。人がいてあ、ご飯あげるよ。とか生活物資もあげるから。 でもああ、えー、例えばそうねあの不安だとか弱みにつけ込む「あ大丈夫大丈夫僕が守ってあげるから」とかって言って付きまとってみたりとかストーカーのような行為ですよねそういうものがあったりとか「いやうちのねお風呂にね入ればいいよ遠慮することないない」って言ってそれで。 加害される、うん、っていうことがね実際に起きているわけですよね。うん、もこう女性としては防ぎようがないというか、やっぱ精神状態もこういつもとは違うわけですから、まあ普段通りにしていてもそういうことに巻き込まれてしまう恐れも十分あるってことですよね。でも実際にどう対策というか。 なんていうか、危険だと思え、思われるところに行かないようにする <laughs>。うん。で、えー。そういうところには、だから、立ち入り禁止にしてもらう。それから、明かりをしっかりつける。<ー>うん。自衛組織をやっぱり、あの発災直後にも立ち上げないと。いけないということになります。 でその自衛組織は一体じゃ誰がするのかって言ったらやっぱり自主防災組織であるとかその避難所の中に来ている避難者の方々それからできれば、えー、と地域のことをよくご存知の方にもちろん入っていただいて男女混合で自衛組織を立ち上げて定期的に見回るあるいは不定期に見回るそれは昼夜を問わずということになるので。 少し時間が経ってからでもいいので、警察にも立ち寄ってもらう、はあ。ということになろうかと思います。そういう犯罪が起こりうることはこと、ね、はい、頭からもう最初から考えておく必要があると思います。こういうことが起きるってね。避難所の中の誰かだったりするわけですよね。だから、はい、同じ避難所の中に加害者と被害者がいるっていう可能性だってあるわけですよ。はあ うん、そうなったらもうこう怖いですよ、ね、いやですしょな、はい、のでそんなふうな環境を起こさないためにここではこの避難所では、えー、そういうことは許しませんっていうポスターを貼ったりとかね困った時にはここに相談をしてくださいっていうような、はいうん、そういう体制も作らないといけないのかなっていうふうに思います。過去の災害では避難所が開設されても 行政が避難所を運営するケースが非常に多かったように思います行政が避難所を運営するとそこに避難してきた住民の方はお客さんになってしまって不平しか出なくなりますですから避難所の運営はそこに避難してきた人全員が関わって運営することが大事となります愛媛県では南海トラフ巨大地震が発生すると 死者およそ1万6000人避難者は発災1か月後で55万人に上ると試算されています被害を少しでも減らすために鍵を握るのは地域防災リーダーの日頃からの活動です防災に関する情報は日々変わっていきます今日日の知識が明日役立つとは限りません 防災に関して継続的に学びまたそれを地域の方々に共有してくださいあなたの一つ一つのアクションが地域を救いますぜひ頑張ってください